皆さんこんにちは、田舎のバジラです。今回は坂倉さんのいいところ悪いところを紹介していきたいと思います。リアタイやんなきゃダメか。あ、ミスった。座順が7番だ。あーって、せめて先行、ラッキー、助かる。いや、打順ミスったのはガチでやってるわ。ういうい、主役はカズマです。いやー、まあいい。え、さっさと9番行って。え、マジキャラ系すぎる、岡本。抜けろ、落ちろ落ちろ落ちろ。キャラ系すぎる。機内して真ん中投げ始めちゃった。いやー、マジキャラ系オーダーなんだよな。ミスター、あぶねえ。ミスター、最悪。で、ゲッツーじゃないの、それ。ガチ助かる。マジ振り分けてんな。今日1試合目。何してんの、次坂倉なんだ。わかるよな、てか。わかるよな。いやー、わかるよね。なんとか繋げ。え、死んでも繋げ。入ってんのかな、シリー1だから入るんだよな。いや、マジミスったー。ストレートの時、迷う現象に名前を付けたい。坂倉回せよ。で、この感じで1点しか取れないのが3割9分です。で、まあね、早く、とりあえずね、ランナー出てほしい。一回ランナー出てくんね。来た。全然よくねえけど、いいや。でね、ここで、坂倉さんの悪いとこ出せると思う。まあ、ランナーちょうど一等線でしょ？走ってくるでしょ？いや、走るよ。走らんかい。多分ね、走ってくると思うんです。でも、牽制入れとくでしょ？え、これで走りたくなるんですよね、この人は。きっと走りたくなるであろう。走れ走れ、ほら。ほら。これ、これ。まあ、送球がまあ悪いのは、まあ、とるもかく。なんかね、マジでさ、あ、キャッチャー坂倉だっつって、見ただけ、もうみんな走ってくるさ。猛者も猛者じゃない人も走ってくるさ。漏れなく走ってくる。だから、坂倉さん使うデメリットとしては、もうそうですね。一塁にランナーを出したら、実質全部ツーベースだと思わなきゃいけない。まあ、これに関してはね、なんかね、コンちゃんとか今年から強くなったし、あの辺に関しても全く一緒だと思うんで、ちょっとね、打撃に自信ない人は、俺普段は、あれなんですけど、カイさんキャッチャーしてからの、コンちゃんなんですけど、あ、コンちゃんじゃない、坂倉さんなんですけど、まあ、そんな感じでね、守り優先した方がね、個人的には一回いいんじゃないかと思ってます。だから7番。で、これで打撃。ヒット性能が上がったね、坂倉さん。まあ、今更解説する必要はないよね、と言いながら、やっていきたいと思います。いや、入んの、マジで。守備面での坂倉さんの悪いところは、15分に見せられたんじゃないかなと思います。次は打撃面でのね、坂倉さんのいいとこ見せていきたいと思います。山岡。で、マジで岡本が強すぎる。何これ、マジ岡本が強すぎんだわ。何だ、岡本は。何なんですか、岡本。俺のプラン通りすぎて笑えてきた。ヒット欲しい。あ、二度とストレート投げんな。